アが長谷部隆一を強引に抑え込んでいく。この流れから3番車岡島登る仕掛けていくか。1コーナーから2コーナージャンマイの攻防、ここで3番車岡島が前に出ました。早くも反応していく長谷部隆一。2コーナーからバック一気に巻き返します。さあグッとペースが上がっていきますが、長谷部隆一叩き切った。マーク4番の岡島、田島も続いている。岡島叩かれて今度は中段に下がっていった。平原テリアはこれで後方の6番手に回っています。さあこのままかけるか。1番長谷部隆一、長谷部が逃げてマーク田島、3番手柴田と中部勢がっちりとスクラム、最終ホームを通過していきます。中段で足を溜めていく3番車岡島、4番手後方からもう一度平原テリア、二の足巻き返していきますが届くかどうか。2コーナーからバックへ入ります。さあこれはもう東で苦しい流れ、先行かかっていきます。1番の長谷部隆一、番手4番の田島隆に柴田正樹が3番手、平原交代。まだ中段の岡島のボールもなかなか仕掛けはありませんが、さあここで外に出して4コーナーから直線。しかし先頭はまだ踏ん張った1番の長谷部隆一。長谷部が先頭堂々押し切ってゴール。2着はどうか。微妙なとこなんですけど、まあでも結構ねこう何回も一応、はい、できるようにはしてますけど、まあ、今日はかなりこうラインを連れていくっていう意識が高いようになってます、はい、そうですね、はいはい、これでねまた明日以降も戦いやすくなります、はい、お疲れ様でした。